ハリア・けずりょは、香港の立法会議員、法廷弁護士。1982年に、香港大学を卒業し、法学学士となる。1984年に、ケンブリッジ大学より、法学修士号を取得。1983年より、香港で法廷弁護士として開業し、1998年に、上級弁護士に昇格した。その後、 香港法廷弁護士会会長、中央政策組非常勤顧問、独立警察駆除委員会副主席などを務めた。2003年、香港基本法23条に基づく治安条例の制定に反対し、民主派よりの立場を鮮明にする。2004年10月より立法会議員を務める。2006年3月には公民党の創設メンバーとなった。2006年、 公民党より行政長官候補として推薦された。2006年12月10日の選挙委員会選挙で正式な立候補に必要な推薦者数百名を超える134名の民主派員候補が当選した。2007年2月14日、推薦名簿が提出され4名の民主派員が脱落する一方で民主派ではなかった2名の委員が加わり、 差し引き132名が彼を推薦した。ありがとうございます。